緑と白のハンカチギンガムは、平織りの面織物の一種。チェックである場合が多く、その模様自体を、ギンガムチェックと呼ぶ。名称の由来は、諸説あるが、その一つとして、マレー語のゲンガンが挙げられる。また、フランスの地方名であるギャンガンを由来とする説もある。当初は、ストライプ柄をギンガムと呼んでおり、例えば1828年のロンドンの雑誌には、 ピンクストライプとギンガムという記述が見られる。また、ビクトリア朝時代のアンブレラは、その柄から、エイギンガムと呼ばれていたこともあったという説もある。なお、60番手の面子を用いた、上質なものを、シャンブレーギンガムと呼ぶ場合もある。また、ギンガムより、チウスの織物をゼファーと呼ぶ定義もある。オズの魔法使いの1939年の映画版では、 主人公のドロシーが青と白の銀ガムのワンピースを着用している設定だった。女優のブリジット・バルドーはピンクのビシーチェックを好んだと言われる。1959年の二度目の結婚の際に着用しブームとなった。銀ガム柄のボタンダウンシャツはモッズファッションのアイテムの一つとして1960年代から用いられている。また、 モッツコートの裏地として使用されることもある。神戸アレストランは1987年から、ギンガムチェックの青いエプロンを、店員の制服に用いている。マンチェスターユナイテッド FC は20、2012-13シーズンに、濃淡の赤を用いたギンガム調のユニフォームを、採用している。ありがとうございます。